こんにちは、藤田です。今回は LINE 公式アカウントのステップ配信を何のために使うべきかというお話をしていきたいと思います。 LINE 公式アカウントに新機能としてステップ配信というのが追加されています。まあ新機能といってもですね、もう 2,3 ヶ月経ってしまってるんですけど、この機能はですね、すべての方がですね、使わないのはですね、もったいないと思ってますので、改めてですね、今回ご紹介したいと思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。ステップ配信とは何か。メールでの成功体験は活かせない。 LINE では文章ではなく動画を送る。こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座サービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、ステップ配信とは何かということで、まあ、改めてですね、ステップ配信とは何か、改めておさらいしたいと思います。ステップ配信を使うとですね、何ができるかをシンプルに言ってしまうとですね、登録してくださった方にその登録時期、いわゆるタイミングですね、に関わらず、すべての方に全く同じ内容を届けることができるということですね。具体的にはですね、これ LINE の設定画面の説明なんですけど、これを利用して説明しますと、友達追加日を起点として、経過日数や設定した条件に応じて、複数のメッセージを自動で配信することができるという機能ですね。逆に、この機能がないとですね、何が困るかというと、複数のメッセージとして送りたい情報があった場合ですね、に個別にメッセージを送る必要があるんで、非常に手間がかかるということですね。はい、ところでですね、そもそもステップ配信っていうのはですね、この LINE などのメッセージアプリ登場以前は、いわゆる E メールですね、E メール用にステップメールっていうのがですね、もうすでにサービスとしてですね、存在していました。まあご存知だと思いますけど、で、ステップメールはですね、ウェブマーケティングの際に非常に便利だったので、こういった LINE が登場した時にですね、このステップ配信のニーズっていうのがですね、当然起きたんですよね。そのためですね、今回の、いわゆる公式アカウントのですね、ステップ配信の機能が追加される前から、LINE のステップ配信をですね、できる有料サービスがですね、もういくつかあったんですね。例えばですね、L ステップさんとかですね、メルマガスタンドでイキスパさんってあるんですけど、そういうとこが提供していたということですね。ところがですね、この有料でしか使えなかった機能は今回無料サービスでですね、公式アカウントで使えるようになってしまったんで、使わない手はないということなんですね。ところで、まあ私が心配することじゃないかもしれないですけど、無料で提供されてしまうとですね、従来からあったですね、L ステップさんなどのサービスはですね、存在意義がなくなるんでしょうかということでですね、ちょっと調べてみたんですけど、L ステップさんのウェブサイトにはですね、このように歌われています。双方の違いとしてですね、2点あると。で、1つ目はですね、シナリオ分岐の柔軟性が違いますよと。で、もう1つはですね、配信時間の柔軟性が違いますということですね。具体的にはですね、シナリオの分岐がですね、シナリオの途中でも可能ですと。で、公式よりもですね、細かい配信時間の設定ができますということが違いますと。で、加えて他の機能としてもですね、タグ付けができたりとかですね、リッチメニューへの変更ができるっていうのもありますよというふうに謳われてます。それとですね、公式アカウントので使えるステップ配信にはですね、機能の制限があります。まず、メッセージの総数がですね、最大10通までですね、10通ですね。で、登録日から30日後がですね、送信できる最も先の日っていう、制限があります。まあ、ただそうは言ってもですね、個人的には初心者の方の場合は、この公式アカウントの機能で十分だと思います。まあ、L ステップさんの営業妨害をですね、する気はさらさらないんですけど、こういったですね、細かい機能はですね、もうごく一部の上級者がですね、必要としているものだと思います。はい、メールでの成功体験は活かせないということで、E メールでのですね、ステップメール配信を使うと、ほぼ完全な自動販売のウェブマーケティングの仕組みがですね、構築できます。流れとしてはですね、見込み客が興味を持つオファーを提供して登録してもらいます。そして次にですね、その登録者の方にですね、複数のメールを送ること、いわゆるステップメールで送ることで、商品サービスについて理解してもらいます。そして最後にですね、セールスをすると
という流れになります。で、一度こういった仕組みを作って、それがですねうまく機能するとですね、あとはですねもう完全自動で収穫からですねクロージングまでをですね行ってくれるっていうことなんですね。まあ、非常に魅力的ですよね。さて、ところでですね、昨今はですねメールの開封率が下がってますね。それに対してですね、LINE の方は既読率が高いので、メールに加えたですね、有望なプッシュツールにですね、なったんですよね。そのため、LINE にもですね、メールと同様のステップ配信の機能が求められていたっていうことなんですよね。ただ、言うまでもないんですけど、メールと LINE っていうのはですね、別物なんですよね。ですから、これまでのメールのノリで長い文章を LINE で送ってもですね、送られた方がですね、迷惑なだけなんですよね。まあ多分すぐにブロックされるっていうのはですね、容易に想像できると思います。LINE で送るメッセージっていうのはですね、もう長くてもうスマホの画面にですね、スクロールなしで収まるぐらいのですね文字数にすべきですね。まあだからといってですね、びっしり行を詰めてですね文字で埋めちゃうとですね、それはそれで読みにくいので、まあその辺もですね、昨今の傾向だと思いますね。つまり LINE のステップ配信を使って完全自動な仕組みを作ろうと思った場合も、ステップメールでのですね成功体験があったとしても、そのまま適用できないと考えた方がいいということなんですね。はい、LINE では文章ではなく動画を送るっていうことで、そこで文章はですねほとんど読まれない今の時代はですね、動画の利用はですねおすすめです。またですね、動画を使って顔出しすることでですね、単純接触効果とですね、親近感をですね、高めることができます。これザイオンス効果、日本語で単純接触効果はザイオンス効果って言うんですけど、定義はですね、同じ人や物に接触する回数が増えれば増えるほど、その人や物に対して好印象を持つようになるという心理現象ということですね。ステップ配信で動画を使えばですね、手間なく容易にこの接触頻度を上げられます。またですね、顔出し動画を送ることで、受け手はですね、自然とあなたのことをですね、よく知ることになるんですよね。そしてこれがですね、親近感というマーケティングでの心理トリガーになるということです。文章だけのメールではですね、なかなかこの親近感っていうのはですね、高められないんですよね。というかですね、動画を使うとですね、メールとはですね、もう比較にならないぐらい劇的に親近感を高められるということです。親近感についてはですね、シュガーマンのマーケティング30の法則シリーズの動画として、この動画ですね、まめに行動することで結果ができるマーケティングっていう動画があるんですけど、こちらでもですね、お伝えしてますので、この動画をご覧になった後にですね、ご覧になっていただけるといいかと思います。動画の説明欄にリンクを貼り付けておきます。ところで実はですね、メールを使った方のステップ配信、以前からあったですね、メールのステップメールの方もですね、もうすでに、もう何年も前からですね、長い文章を送るんじゃなくてですね、動画を使うケースの方が主流なんですよね。ですからもう何年も前からですね、長い文章は読まれないっていう傾向がですね、はっきりしているんですね。ところで、LINE 公式アカウントの方はですね、動画もですね、メッセージとして送れるんですよね。ですから、動画を使ったステップ配信にはですね、非常に相性がいいと言えます。なおですね、LINE 公式アカウントを使ったステップ配信の作り方についてはですね、私のオンライン講座の方にですね、教材として作る予定です。また、実際にですね、公式アカウントの方に、私の公式アカウントの方にですね、ステップ配信をですね、作りましたんで、友達追加していただくとですね、どういう感じで送られてくるかっていうのがですね、参考にご覧いただけるようにしてありますので、いずれもですね、動画の説明欄にリンク貼り付けておきますので、ぜひですね、登録なりご覧いただくなりですね、していただけるといいかと思います。はい、副業への一言っていうことで、まあ、何度もお伝えしてますけど、何事もですね、実践してみて初めて課題が浮き彫りになるっていうことがあります。ステップ配信の仕組み作りもですね、まあ、言うまでもなくですね、最初から完成度高いもんなんて作れるわけないので、まずはですね、何でもいいので配信してみることをですね、お勧めします。自ら手を動かして操作することで初めてですね、いろいろなですね、問題が見えてきます。ぜひ今回もですね、拙速に行動していただければと思います。はい、今回は以上です。今回の内容、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。
はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめはあなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらからもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。